3の時に、初めて関東大会に出場して、まあ、なんとか1回戦勝つぐらいでしたね、なので全然でしたらしいです。これ結構いいですよね、こういう話はね。全然だった、こんな今は世界で戦ってる大谷選手も中学の時は全然だった。いやもう全然ですごい友達からコケにされてました。これが車椅子テニスになってから の経歴なんですけど、もうたくさんあるので印象的ないくつかものだけをですねピックアップしてるんですが、我々にとってはすごい輝かしい経歴を、はい、これまで歩んでこられてます。すごいのがさっきの経歴で言うと、これ経歴ごとに順を追っておくとすごいんですけど、まずですね ITF フューチャーズに2016年に始めて、翌年フューチャーズに参加やって、そこですでに準優勝をして、その翌年今度 ITF3 で優勝経験をして、その後18年19年には ITF1 のところで優勝をして、最終的には、グランドスラムの全仏オープンで2020年に準優勝まで行っているので、これはすごいなと思うんですけれど、なんでここまで行けたのかって後でしっかりと後半のセッションで聞いていきたいと思ってます。古賀コーチですが、ずっと、まあ、テニスのコーチを若い時からやられてるんですけれども、16年から車椅子テニスのコーチをやられてます。で、車椅子テニスはその時が初めて、多分右も左も最初わからない中でコーチを始められたんじゃないかなと思うんですが、もうなのであれですね、古賀コーチと大谷選手の経歴、車椅子歴はほとんど同じっていうような感じですよね。そうですね、お互いね全く一緒で、一緒に分かんないねって言いながら頑張ってきました、二人三脚でだからここまでずっとやってきたみたいな感じでしょうか、ね、そうですね、タイヤとハンドリムを掴んでもいいですし、ハンドリムだけ掴んでもどっちでも大丈夫です。自分のやりやすい方 でそれで漕いでください。これがなんかバスケ用として使われていたものらしくて、なので前にガードがあるんですけど、はい、どうですか、つからないようにこれ漕ぐときに手だけで漕ぐんじゃなくて、体もこう前に倒しながら漕いであげるとすごい力が伝わって、うん惜しい。今古賀コーチが2番まで大丈夫って言ってましたけど、健常テニスとの違いの車椅子テニスのルールをちょっと教えてください。はい、基本的には全部一緒なんですけど、うん、その2番まで OK っていうのが唯一ですかね、車椅子テニス特有のルールになります。じゃあもう線を越えていいところも基本的にはもう健常テニスと全く同じ。そうですね、コートのサイズも全て一緒ですし、ただその2番だから取れるとか意識してしまうと、実はその2番跳ねてる分遠くへ行ってしまうので、漕がなくちゃいけない距離が倍になったりとか、そうするとまた前にか距離を移動しなきゃいけないから、そうですね、そちらがあるので実は難しいですナイスショット普通 の健常のテニスと違ってこう目線も低いので、あこういつもの感覚でやってしまうとボールがすごい跳ねてしまったりとか、ちょっとあ遠かったっていうのも結構多くありますね。なるほどなるほど。これ今こちらがいつも普段私が乗っている車椅子になります。すごい、もうこの辺に戦歴の跡がね結構意外に軽いん、軽い仕様に一応、はい、してもらってます。こっちと、はい、このスポーツ用ではどっちが軽いとかある？そうですね、この付属品っていうのがすごいこうベルトが私多いので、それでちょっと重くなってしまっているところはありますね。本当だ、これが体をそして固定する。そうですね、
まあ、ここら辺もあの選手によって全然違いますし、うんうん、普段やってるテニスと違うことが多くて、もう全然最初はできなかったんですけど、でもやっているうちにその車椅子だからなんかできることとか、すごく楽しかったです。そもそも私テニス経験がないので、テニスだけでも難しかったんですけど、その車椅子の操作とかもすごい難しくて、でもあのボールにラケットが当たっただけで嬉しくて楽しかったです。小学校の時の駅伝の方が楽しいって言ってたけど、駅伝の方にはもう行かなかった、中学で。小学校の時その陸上を始めたのがテニスのためだったので、全てはテニスにつながっていると思って、まあ、走ることを始めたので。なるほど。確かに楽しかったのは駅伝なんですけど、テニスのために走ってただけだったので、自然とテニスの方を選んでましたね。専門学校入ってから、そこからもテニスは続けて。そうですね、専門学校入ったのもスポーツトレーナーになって、あのお世話になったテニスクラブであの働きたいなって思ったのがきっかけだったので、あの最初の方はずっと通ってました。でそこでちょっと病気になって、体の体調が崩れてからのですね、はい、なんか休学をして引きこもってました、引きこもってた引きこもってました。どのくらいの間引きこもってた？1年ぐらいですかね。まあ、ちょうど病院通いもしてたので入退院もあって、いやでも全然記憶がないですね、そこら辺は。空白の1年ですね。どういうことがきっかけで結構外に出るようになった？父が見かねて車椅子テニスやってるとこに連れて行ってくれて、まあ、そこで初めて車椅子テニスと出会って、なんかこう、あ、車椅子の人たちってこんなにいるんだ、普通なんだっていうのに驚いて、なんかちょっと親近感が湧いたのを覚えてます。なんか車椅子になってよかったって思うことはなかなかないんですけど、でもやっぱりこの人生を歩めてるっていうのはすごいあの正解だったなって思いますし、あのどのこう分岐点、大切な分岐点の時も道を間違わずにしっかりとこう自分の足で進むことができたので、本当に あの時合わせればよかったなって思うことが一つもないんですよ。それはすごい自分に誇れることだなと思ってて、ちゃんとちゃんあのその場その場で立ち止まって、他の人の意見も聞いて自分でも調べて、ここはこっちに住むべきだって住んできたので、だから自分の責任でそこを決めてきたっていうことですよね。自分の責任ですね。大学に入ったら、はい、ゼミの先生に連れて行っていただきました。ただそこで思ったことがありました。有名選手にとテニスをしたいと思ったから。普通そう思いますよね、そう思いますよね。あの大谷選手はですね、自分の方が強いかなって思ったらしいです。正確にはですね、あの戦ってる選手を見て、もうちょっとこうした方が早く勝てるのになって思ったので。なるほど。思ったので、まあクリティカルシンキングできてますね、もうそこでね。なんかこうそこは憧れじゃなかったんですね。そうですね、あのそんな長い、すごい長い試合をされてたので、そんな長い試合をするなら、もうちょっとここをこうして、もうちょっと早く展開して、サーブはこっちに打ってってしたらいいのになって思いながら後ろから見てました。なるほど。何回かだけ練習して、国際大会ですよね。でもそうですね、一番近い大会がたまたま国際大会だったので。日本国内での。日本国内です、さっき言う ITF フューチャーズ、フューチャーズですね。はい。ところがどっこい、そこでですね、初めての大会で準優勝ですね。すごいじゃないですか。これはあれですか、この時に、ちなみに古賀コーチとはいつ頃ですかね。エントリーした後ですね。エントリーした後に、ちょっと大会出るならやっぱコーチいないといけないなって思いまして。いや普通そうですよ、はい、一緒に練習してもらえませんかっていうことでお願いしました。その時は大会に出るけど練習できないんです、困ってます、そしたらするしかないから、ちょっとお情けちょうだい。そう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 。だから卑怯な感じで言われました。だからしょうがなく受けました、1回は。じゃあ最初の2人の、はい、あの馴れ初めというか、そうだからそこから始めようじゃなくて、その1回お願いしますって言われて
俺は1回だと思いました。あ、なるほど、1回きり の、はい、あのコーチだと思ってこの初めての国際大会に来たんですね。はい、あの教えてもらったんですね、はい、この目標がまた次ができて、これが1個終わったらまた次ができてっていう風に、まあ、やっぱ試合出てるからには、うん、まあ、結果と次の目標が出てくるので、うん、そこは、うん、そうですね、次へ次へとシビアに考えながらですね、うん、それは結構楽しい？いや、苦しいです。苦しいんだやっぱ苦しいの？苦しいです、苦しいです。苦しい8割ですね。苦しい8割、はい、残り2割が楽しくはないですね。なんだろう、やる気で乗り切ってます。苦しい8割とやる気2割、はいで自分をドライブしてるの、はい、はい、2割のやる気がすごい頑張ってくれてすごい支えてくれてますね。もうやる気なくなったらもうフェードアウトしてますねやる気はどこから来てるのかな。やる気は勝てた瞬間ですね。健常の頃はこんなじゃなかったと思います。それこそコーチによく言われる言葉があって、その苦しい時になんか今までで一番苦しくないよねみたいな、そのもっと苦しかった時があるからそれを思い出してなんか頑張れみたいなのはすごい言われてて、確かに苦しかったのは多分何も考えずに無で過ごしてきた引きこもりの期間なので、まあ確かにその期間はもう人間の生活をちゃんとできていなかったので、うんうん、その期間を考えると、いや今全然好きなテニスできてるし、うん、海外行けてるし、うんうん、試合もしてたまに勝ててるし、うんうん、もう楽しいじゃんって思うように。なるほどね。心がけています。自分でも病気じゃないかなって思うぐらいもうテニスのことしか考えられないので、うん、いろいろこうテニスをやる上で、まあ、海外にも行かないといけないので、うん、犠牲にしなくちゃいけないことって、まあ、少なからずあって、だけどその犠牲にするものとテニスとこう考えたときにどう考えても100ゼロでテニスなんですよ、うんうん、か、まあ、少なくても8割は絶対テニスを占めることの方が多くて、うん、だったらテニスだよねって選択することはすごい多いですね、うんうん、うまくいかなかったときに誰かのせいにする自分が嫌だし、うん、誰かのせいにするっていうことは誰かのせいにしたこの人のが悪者に見えちゃうじゃないですか、うんうん、そうなるともうこの人との関係性が絶対良くなくなるので、うんうん、だったら自分で選択をして自分でこうしたからこうだよねっていうようにはしてて、だから責めるとしても自分にしてます、うんうん、それは昔からそういう考え方だったのかな。いや、車椅子になってからですね、うんうん、それこそその時にこうしとけばよかったとかすごい思うようになったので、うんうん、何をするにも、まあ、車椅子になって信念を持ってやるようにはなりました、うんうん、自分の責任でね、はい、うんうん、一度来ていただい、うんうんうん、あの私の家に来ていただいた時にトロフィーとかないんだねとか言われたと思うんですけど、うんうん、家にそのなんか置いてあるのがやっぱ好きじゃなくて、うんうん、そのもう終わったことだから、うん、やっぱ目標はもっと上だからそのこれを見て満足してしまう自分も嫌だし、それにこう満足してたらそれ以上は絶対ないと思うので、なるべく目につかないように今綺麗に実家に飾ってあります親は喜ぶので、ね、なるべく実家には送るようにはしてるんですけど、なんか自分は絵を描くことが好きで、でもその中学に入る際に美術部に入ろうって友達に相談したら、美術部はちょっとネクラっぽいからやめなよって言われて、でそれでなんかこう自分の人生そのものをまるっと否定されたような気がしちゃった経験があるんですけど、それでも今でも絵を描くことは続けてて、でそれで自分とその大谷選手のことをちょっと重ねて拝見していたんですけれど、その大谷選手もそのテニスをいろんな挫折があったと思うんですけど、それでもテニスを続けられてきたのには何かこう理由だったり思いだったりあるんじゃないかなと思って、それをお聞きできればなと思います。はい、いやなんか自分のこと言われてるようでなんかちょっと苦しくなったんですけど私もやはりその同級生にバカにされた経験もありましたし、そういうのでなんか苦しいなって思うこともやっぱあって、それこそテニス離れた時間もあったりもしたんですけど、まあ、その時にだいたい必ず両親が
そういうこと全部受け止めてくれて、まあ、話も聞いてくれるしアドバイスもしてくれるし、そのアドバイスが的確かは置いておいて、話を聞いてくれる人っていうのは必ずそばにいたので、まあ友達に言われてしまうとちょっと悲しいところもあるかなとは思うんですけど、自分の信頼してくれる人が一人でもなんかそばにいて話を聞いてくれて応援してくれるなら絶対に続けた方がいいと思います。ありがとうございます。オンラインのチャットの方から、質問が来てまして、佐賀の好きなところを教えてくださいってめっちゃシンプルな質問が来てますよろしくお願いします。そうですね、いっぱいあるんですよね。食べ物が美味しいところも大好きですし、あと先ほど言った通り、すごいみんな温かくて、困っていたらすぐに手を貸してくれて声をかけてくれる人がたくさんいるっていうのは、生活しててすごい、安心できる場所ですね。やはり海外に行ってこうちょっといつもと違う環境でちょっと疲れたなと思って帰ってきても、ああ帰ってきた、なんて落ち着くんだろうって思えるのがすごい幸せで、早く帰ってきたいなって思える場所なので。そうなんだ。そうなんです。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。佐賀の温かさが大好きですね。ウィンブルドンの公式ボールですか、これは。を、試合ボール、試合で使ったボールをなんと桃子ちゃんが先日のウィンブルドンの試合でお土産に持って帰ってきてくれました。でそのボールが3つあるので、今サインをしてくれていて、その3つを今日3人の方々にプレゼントしていただけるということですね。そしてその3人はですね今日のセッションの中でちょっと印象に残ったり頑張ってほしいなと思った人がを桃子ちゃんがこの数時間の中で選んでくれていますので、これから桃子ちゃんに発表があります。